はい、カット、オッケー。疲れた。暑いな、このカツラ。とりあえず全紙取り終わったな。おう、あとは文化祭までに編集すれば OK やな。ああ、そこは大変や。ねえねえ、ここって本当に幽霊が出るんだよね。ああ、そうなんだよ。実はここで。うん。うん、わかった。今から行くわ。悪い。用事できたから今日は帰るわ。あれ、カメラどこやったっけ。向こうに置いたままやったよ。持ってきてくれればよかったのに。で、ここで幽霊が出るって何があったんだよ。いろいろあったんだよ。実際に怪談の舞台にもなってるしね。え、マジか。どんな話なん。詳しくわからないから辰巳に聞けよ。ああ、向こうに置いてあったわ。編集いつする。とりあえず今日帰ってからチェックして明日編集しよう。じゃあ明日手伝い行こう。うん。ねえねえ、俺らも一緒に帰ろうよ。そうするか。てかお前ビビんなよ。違うんだ、本当に嫌な感じがするんだって。ほら、あの辺絶対なんかいるって。置いてくぞ。まあ待ってよ。入っていいよ。はい、お邪魔します。お邪魔します。やっほー。ああ、その辺座ってていいよ。おう、よいしょっと。暑いですね。よいしょ。いや、ほんと今日なんか気温が30度超えてるとか。うん、あのちょ、なんて言うの、聞こえたろ。辰巳の姉ちゃんは、うん、なんか来週から大学始まるからもう家出てた。なんだよ、辰巳の姉ちゃんに会いに来たのに。じゃあ帰れ。冗談だよ。そんなことより最後のシーン見れんってどういうこと。ああ、そうなんだよ、とりあえず見てくれ。映るじゃん。まあ見てろって。な、言っただろ、この席は取れてないんだって。なんか映ったの。
見た時は砂嵐しか映ってなかったんだ。だから嫌な感じがするって言ってたじゃん。でもあれが本物の幽霊とは限らないよ。たまたま近くの人が映っただけかもしれないし。あんな人いるわけないじゃん。もう幽霊だよ。それよりさ、どうする？撮り直さないといけないから。撮り直すしかない。あの場所はもうやめようよ。別の場所にしようよ。そうしようか。いやー、それは無理や。前のシーンとのつながりあるから場所を変えたら全部撮り直しになる。そうか。じゃあ、あの場所で撮るしかないか。マジかよ。大丈夫だって。撮ってすぐ帰ればいいんだから。うん。しかも俺らは夕方に撮るんだ。さすがに明るいうちに幽霊は出ないだろう。まあ、なんとかなるわ。じゃあ明日5時にいつもの公園集合で。オッケー、じゃあ今日は帰るわ。バイバイ。あ、じゃあな。はい。バイバイ。よし。バイバイ。悪い、風邪で病院行ってて遅れた。ボス、大丈夫か？あ、余裕余裕。じゃあ行こうか。え、なんだバット？え、幽霊が出た時のために。バッカか。はい、行こうぜ。カット、オッケー。よし、今回はちゃんと撮れてる。もし撮れてなくてももうやらないけどね。はい、ってことで帰ろう。まあ、この前の階段の続きをしようじゃないか。嫌だって。まあ、されて。分かったよ。じゃあよろしく。よし、じゃあ話そう。昔この神社に住んでいる家族がいた。その家族には女の子が一人いたんだ。その子は両親から虐待を受けていて、機嫌を取るためにいつも作り笑いをしていた。いつも家の外で一人で遊んでいた。ある日遊んでいる最中に事故で死んでしまったんだ。その子はあまりにも急に死んでしまったため、自分が死んだことに気づかないでいた。誰も自分に気づかないことと、自分の葬式が行われているのを見て、ようやく自分が死んだことに気づいた。その子はその後、両親が自分が死んだことを忘れたかのように楽しそうに過ごしているのが許せなくて、自分の誕生日の日に母親に取り付き、父親を殺した。その後、その女の子の誕生日が近づくと、母親の体で笑いながらこの神社をうろつくらしい。その子は人間を恨んでいた。だからその子に見つかると、実際に何かこの神社で死んだ人もいる。それはだいたい夏の暑い季節だったらしい。終わり。マジかよ。でも階段ってほとんど作り話だよな。ま、俺は幽霊とか信じてないし。でももし本当だったら今夏の季節だよな。あの髪の長い幽霊が女の子が取り付いてるお母さん。そう考えるとなんか怖くなってきたな。そうそう、帰るか。ちょっとトイレ行きたくなってきた。マジか。誰かついてきて。俺は片付けとくから、ユダついていただいて。わかった、じゃあ行こう。はいはい。早くしろよ。うん、絶対そこにいろよ。はいはい。太郎、今なんか聞こえた？何も。なんでもない。太郎、まだか？おい太郎。太郎、大丈夫か？太郎、太郎、うわ
幽霊です。大丈夫か？おい、取り付かれた。その後、ユータとタロウの死体は見つかった。辰巳はユータを殺して凶器の石から指紋が出たため、警察に疑われ、幽霊のことを話したが、誰も信じてくれず、精神状態がおかしくなり、自殺をした。結局事件は辰巳が犯人の殺人事件として処理された。嫌な話やな。しかも山口県内の神社の話らしいぜ。もしかしたらここの神社かもね。しかも今夏やん。やばいんやない。まあ幽霊なんかいないし、迷信だろ。だな。じゃあ。あ。あ、もしもし？あれ？電波悪いけど、聞こえんけど、あれ？